名鉄線系電車は1988年に登場した名古屋鉄道の特急系車両である。本校では一般車の1200系や増結車両の1800系、7500系の機器を流用して製造された1030系、1230系、1850系、同編成から改造された1380系についても記述する。 なお、1 0 0 0系1 2 0 0系のリニューアルが開始された2015年度以降は1 2 0 0系が1 0 0 0系1 2 0 0系を合わせた編成全体の総称となっている。解説の便宜上、個別の編成を表す場合は、豊橋法先頭車の車両番号を用いて、1001回のように表記する。 7000系の後継特急車両として開発され、名古屋本線東西直通40周年にあたる1988年7月8日に営業運転を開始した。当初は全車特別車編成で登場したが、輸送需要の変化に伴い一般車を組み込んだ編成も登場した。相性もパノラマカーの後継と位置づけられており、 普通列車用に改造された1380系と一部特別車特急の増結用1800系、1850系を除き、パノラマスーパーを名乗る。後に登場し、同じくパノラマスーパーを名乗っていた、名鉄1600系電車については、当該系列の記事を参照。名鉄車内では本系列の略称を PS としており、 一部駅での8両、または6両編成の停止位置目標は PS8、または PS6 と表記される。なお、名鉄内における運用上の略号は1000から 1200K と1030から 1230K を総称して B6 とされ、1000系全車特別車編成は B4、1800系列に関しては B2 と称している。設計コンセプトは、 ハイアメニティエキスプレス。1997年までの9年間に21本84両が導入された。普通構成で、側扉は、車内側に折れる仕様の2枚折り戸で、3次車以前は幅 800mm であったが、4次車以降では、開閉時の安全性を高める目的で 15mm ずつ拡大され、幅 815mm となった。 先頭部分には展望席が設置されており、先頭部の未大枠を下げ、さらに運転台の床を大枠下とつらい地とし、天井を低くした上で1階部分に設置し、展望席を階段状の中2階とする8800系の流れを組むハイデッカー構造だが、前面窓、側窓ともに曲面ガラスとなった。 側窓は 8800K から採用された隅の R が大きい幅 1700mm、天地寸法 900mm の独立型固定窓である。頭具類は従来のシールドビーム前明かりと LED 標識等にシールドビームのフォグランプを加えた三連式となり、マニ、パノラマスーパーの相性表示を備える。 車体幅はほぼ車両限界いっぱいの 2740mm とし、さらに8 8 0 0系に比べて側構え上半の内径が少なくなっている。そのため、一般客室部分の屋根高さは従来通り低めだが、断面積は拡大された。編成中一箇所に車掌室を備える。塗装は、白と赤を基調として、スピード感を出した塗り分けがなされてより、 車体裾部分はベージュで塗られている。側面の合車表示についても 2200K の運行開始以降、系列前車でセブンセグメントマグサイン風のステッカーに変更されている。冷房装置はインバータ制御の投資バップマイナス4414を各社2機搭載する。7000.7500K や 8800K に自社と異なり展望室も 本装置のみで冷房する。このほか、熱交換型換気装置を併用している。全車両が特別車仕様で、回転式、リクライニングシートを、シートピッチ1000ミリメートルで設置。回転機構は、手動の他に、自動も可能で、終着駅での折り返し時間短縮に寄与している。また、編成中1カ所にトイレを備える。旅客用案内装置として、 デッキと客室の境に LED 表示器を設置しており、列車種別や停車駅、走行中はアニメーション付きの列車速度表示、中日新聞によるニュース、名鉄からのお知らせなどを流している。ニュースなどのデータ更新は、主要駅に設置されているデータ転送装置から受信する。また、ラジオの受信が可能で、屋根上にはそのアンテナが設けられている。 この他に登場時はカード式公衆電話と清涼飲料水の自動販売機も設置していたが、いずれも後年撤去された。登場時はカーテンは赤とクリーム色の縦縞ツートーン、客室つまめんの化粧板は白色系であった。また、現在も座席のヘッドレストにつく脱着式クッションは当初は青色で、かつヘッドレストカバーは付けられず露出していた。 9000系、ク100系の台車上、両、抱き式踏み面ブレーキの FS039 系。電動車の FS539 型は片押し式となる画像は5000系への改造後中、FS048 系1011階から1016階、1011階から1 1 1 6階に限って FS039 型から交換された下。 1017号以降の SS026F 型 9000K、9 1 0 0の台車上、両、抱き式踏み面ブレーキの FS039 系。電動車の FS539 型は片押し式となる画像は5 0 0 0への改造後中、FS048 系1011階から1016階、1十1 1階から1百1 1 6階に、限って、FS039 型から交換された下。 1017号以降の SS026F 型 GTO 回自直波制御で主電動機は定格出力 150kW の直流副関電動機が用いられる。これは 5700K や 6500K と同じシステムである。歯車比は 5700K と同一の82-17でブレーキの強化により最高速度は 時速 110km から時速 120km に向上した。1994年製の1017編成以降は、ボルスタレス台車を装着し、ユニットブレーキを採用した。技術的には、同じく電磁直通ブレーキシステムを有する5 7 0 0系、5 3 0 0系、5 5 0 0系、6 0 0 0系、6 5 0 0系、6 8 0 0系、7 0 0 0系、 7 7 0 0系、7 1 0 0系、さらには8 8 0 0系との総括制御運転が可能である。一部特別車編成用の車両については、蘇生変更後1993年までに台車が、当初から増圧ブレーキ ABS 対応設計のものに交換された。該当車の一部特別車は、同様にユニットブレーキを備えた。また、特別車側では、 増解決を行わないため、前頭の電気連結器は 1200K に移設されている。さらに TC に搭載されていた C-1000 型電動空気圧縮機も撤去され、1200K に搭載の C-2000 型2台で6両分を賄うように変更された。冷房のインバータ制御下に伴い採用された DC、DC コンバータは引き続き TC に搭載されている。 形的には、パノラマカー7000系以来の伝統である、ミュージックホームを装備するが、空気笛は、鉄道線では、初の工程日本水明である。落成した84両のうち、4両編成6本は1991年から1992年に、かけて2両ずつに分割され、岐阜放の2両を、豊橋駅向きに、 方向転換の上、新規製造の1200系4両と組み合わされ、一部特別車組成とした6両組成12本へと改組された。この時トイレの有無など2種類の編成が生まれた。一部特別車編成は後に中部国際空港アクセス輸送にも使われるようになったため、自動販売機を撤去し、そこと電話室の跡地に荷物置き場が設置された。また、 蘇生変更時に床面がカーペット張りとなり客室つまめの化粧板が白色系からノーベージュへと変更された。他には座席のモケットや脱着枕、ヘッドレストカバー、日よけカーテンも登場時より変化している。前者特別車編成は名鉄の特急制作の見直しにより2007年6月から 廃車が始まり、順次5000系への危機流用が行われた。ダイヤ改正前日の2008年12月26日を、もって全車が運用を離脱し、全車特別車編成の廃車により岐阜型の展望席が消滅した。線0 0 0系は登場当初は単独で運用を組んでいたが、名古屋本線は、JR 東海との競合区間であることから1990年以降は、5000系列。 7000系列を一般席車として連結しての営業運転が実施されていた。しかし、座席指定車とする1000系は常に4両で、一般車より多くなることもあったにもかかわらず、車両間の通り抜けができないため語状が耐えなかったこと。最高速度が時速 110km と本系列のみで蘇生された、編成の時速 120km より低くなるため、 所要時間が長くなるなどの理由で新たな一般車を製造することになった。こうして 1000K に対する専用の一般車として1991年に 1200K が誕生した。48両が落成し、12本の編成に組み込まれた。基本設計は 1000K と共通しているが、通勤需要を考慮したものとなっており、展望室の省略。 デッキの廃止と両開き3ドアの構造となった。側窓は線形系と共通デザインでガラス幅 1350mm、間柱幅 200mm の独立式固定窓である。扉と窓の配置は、先頭車の場合 DD2D2D1 で、扉間寸法は 5860mm となり6500系などよりも 20cm 長い。 床面高さは線形より 4cm、低い 1110mm だが、窓かまち高さを 4cm 上げて 765mm としたため、側窓の縦位置は統一された。車掌台、またはトイレのある3号車のみ全長が 19.5m 級となり、特別車とは逆にオーバーハングが長いため級。 日本国有鉄道の21メートル級車両と同様に車端の角を面取り状に絞ってある。前面は客室からの眺望を考慮した大型曲面ガラス仕様の形状で相性表示や頭部周りを線形に見せている。冷房装置は8800系以降と同形態だが特別車と共にインバータ制御となった集約分散式で線形。 1030K と同形式のプーマイナス4414だが、能力を17000キロカロリー H2 に増大し、ロス内は省略された。座席は転換クロスシートに、扉付近収納式補助座席を装備しており、補助座席は、車体長が短いこともあって比率が多めとなっている。転換クロスシートは、セミバケットタイプで吊り下げ式暖房器を装備し、 足元スペースも拡大したが、側窓2枚に座席三脚というデザインの関係で窓のピッチと合致しない箇所がある。なお、補助座席は 5700K、5300K のものと類似の形状で席を立っても自動収納されない点が異なっていたが、後に改造され使用しない時は収納されるようになった。 先頭車の乗務員室背後のみ二人掛けのロングシートで1992年以降に落成した車両はその運転台側が車椅子スペースとなっている座席のモケットは本系列で初採用となった織物様の紫系で以降7000系5700系などの転換クロスシートにも波及した客室窓の内枠は特別車と同様の FRP 製である。客室照明は 5700K と同様の埋め込みカバー付きだが、これも特別車と同様に少し中心に寄っている。化粧板は本系列固有の白色系を採用している。床式物も固有のガラ入りダークグリーンとクリーム色のツートンである。天井は高さ 2150mm だが、両隅の丸みが。 かなり小さく、冷房は補助送風機であるラインデリアからの直接、吹き出しをやめて特別車と同じラインフロー式となった。ただし扉の上部に、冷気格板用のラインデリアを装備する。車端部には、LED 式車内案内表示装置が設置されている。特別車と一般車の間には床面高さの違いが、ありは床面高さは1 1 5 0ト、mm、ル。 一般車は床面高さは 1110mm。一般車側の床面、B 編成も1 3 5 0系のそれぞれ廊下の連結部扉直前にスロープが設けられている。4両組成で運用していた線形を2両ずつに分割して本系列を連結した関係で2.3号車のトイレ、洗面所と車掌室の配置が入れ替わっている編成が9本あり、2号車に 車掌室、3号車に、トイレと洗面所のある車両は、A 編成と呼ばれて1200番台、2号車に、トイレと洗面所、3号車に、車掌室のある車両は、B 編成と呼ばれて1300番台となっている。1000K、1 3 0 k に合わせて、車両番号の下2桁は11から16.61から66.31から34.81から84。 となっている。また、豊橋方から順に不満する慣例に基づいて、中間車である3.4号車が系列名の1200番台形式となった珍しい例でもある。4.5号車には、車掌の車内巡回時にもドア操作が可能なように、車掌スイッチが装備されている。車両性能は1000系に準じているが、5700系の ような 1M 車を含まないため MT 比は 4M、2T で編成出力が高く、軌道加速度は時速 2.3km、S と1000系特別車のみの4両組成より若干の向上にとどめたが、高速域の加速力は3500系などと同等となっている。台車は全車でボルスタレス台車が本格採用された。当初は電動台車が s s 1 2 6系、付随台車が s s 0 2 6系で1995年頃に溶断波が追加設置され、さらに2004年からは他系列も含めて電動台車に限り強度を増した s s 1 6 5系へと交換された。補助電源装置は1 0 0 0系、1 0 3 0系と同様の DC、DC コンバータ、電動空気圧縮機は c-2000k を採用している。なお、a 編成と向述する1030から 1230k では、2号車、3号車の M1、M2 ユニットの向きが、通常とは逆になっている。1800k は、名古屋本線一部特別車特急のラッシュ時における、一般積造結用車両として 1200k 一時車と、同時期の1991年に5本が、 製造された。翌年には、廃車された7 5 0 0系の機器を流用した1 8 5 0系が3本製造され、さらに1996年に1 8 0 0系二次車4本が製造され、この2形式は合わせて2両編成12本の陣用となった。一般車のみで蘇生した2両編成で、一見1 2 0 0系と似ており、基本的に1 2 0 0系 1 2 3 0系に準じるが、先頭部のパノラマスーパーの電承パネルがなく、ミュージックホーンも装備しておらず、ドアの開閉前の注意喚起付きの自動放送や、日本語と英語の2カ国語対応の自動放送装置も搭載していない。また車内案内表示器において、電車のデザインの内容は1 2 0 0系と同一であるが、 1380K と並結して運用に入った時のみ、1200K のものから 3500K、3700K と同じものとなり、1200K、1230K との並結時にはそれらの編成の自動放送が流れる。制御方式は境時点カレージ制御で、6800K や 5700K、6両組成の 1M 社と同じ方式であり、 歯車いは 1000K やも5650型と同じ4.82として時速 120km 走行にも対応している。限り留置を上げて、軌動加速度時速 2.2km、S とし 1200K と極力足並みを揃えた。補助電源装置は1000から 1200K と異なり、当時標準の SIV を9800に搭載する。その関係で、 冷房装置も 1230K、1850K 等の多系列と同様の稼働率制御となっている。一般積造血用車両にも、工述する 1230K のように 7500K の走行用機器を一部に使った編成が存在しているが、これらは 1850K と呼ばれている。機器の流用元は 7500K のうち、 運転台付き中間車7566.7665を挟んでいた7515回である。制御装置は 1230K と同じ多例回、自制御で、補助電源装置も 1230K と同じ、MG をも1850に搭載する。冷房装置も 1230K、1800K 等の多系列と同様の稼働率制御となっているが、 本系列では限り流置を下げて、加速度を 1800K と同じ時速 2.2km、S、歯車比は1000から 1200K、1030から1230、K と 1800K やも5650型と同じ4.82、として、時速 120km 走行にも対応している。1850K は2両編成3本が、在籍していたが、 1853回は2015年6月3日の疑難駅で電源喪失によるオーバーラン事故を起こし、その翌日の6月4日から3編成すべてが運用離脱及び急車となった。その後、この事故の原因が特定されたため、同年7月8日に1851回、1852回の2編成は運用に復帰したが、 1853回は事故の当該車両であったこともあり、国土交通省中部運輸局から証拠保全命令が発出され、犬山検査場新川検査室で旧車留置が続いていた。結局、営業運転に復帰することはなく、2016年1月12日付で廃車となった。その後、1852回が、 同年8月22日付で除籍解体されたため、以降は1851回の一編成のみが在籍していたが、これも2019年3月4日に、名鉄5700系5703回とともに廃車改装され、1850系は全廃された。本系列は一部指定席特急の編成不足を補うため、 1992年10月に廃車された7 5 0 0系の走行用機器を一部使用して製造された車両である。6両編成4本が落成した。1 0 0 0系1 2 0 0系とほぼ同一の車体であるが、屋根状のパンタグラフの設置車両や、ラジオアンテナの位置など細部は異なる。内装も1 0 0 0系1 2 0 0系に準ずるが、トイレ、洗面所。 車掌室の設置位置は使い勝手の良さから1 2 0 0系 B 編成に準じるため、車両番号は1100.1300番台となっている。名鉄1 2 3 0系先頭車両屋根上にパンタグラフがある1 0 0 0系1 2 0 0系は、電動車4両と付随車2両からなる蘇生であるのに、対し、この3本は全車両が電動車となっている。 1 2 3 0系の制御方式は7 5 0 0系と同じ多霊界自制御で、モーターは7 5ットの直流副管電動機、MG を流用しているため冷房装置は 1800K、1 8 5 0系と同じプーマイナス4 1 3である。1030K については、補助電源装置が MG から 1000K、1200K と同様の DC。 DC コンバータに変更されたため、多霊開自制御装置は、GTO サイリスタを利用したものが申請されたことで、境地直波制御となり、冷房装置も 1000K、1200K と同じプーマイナス4414となっている。歯車比は 7500K の4.93から 1000K と同じ4 8 2へと、わずかに変更されている。改正ブレーキは、 常に8台の電動機を直列に接続して使用する。そのため、時速 100km 以上の高速域では、端子電圧と弱めかい自立の制限から、回生ブレーキ力が絞られ、低速側での打ち切り速度も、低角速度に比例して、約時速 50km と高い。打行時についても回生ブレーキに備えて電動機が、直列に接続されて待機する。 また再立行は直列弾から順に起動をするため打行制御力が落ちる。弱め回磁気動で出始めはスムーズだが抵抗制御弾数が少なく中途加速が少し荒いという性質も 7500K から受け継いでいる。営業最高速度は時速 120km、設計最高速度は動力性能上は 7500K と、 ほとんど変わらないものの、低床構造ではない上に、ブレーキも 7500K と同じ、改正平用電磁直通空気ブレーキを流用し 1000K、1200K と同様のユニットブレーキを新設した、ため、時速 130km とされている。1000K との際は、蒸気の他には、などが、識別点である。機器の流用元は1131回が7500。 計7523回で、1132回が7517回、1133回が7521回、1134回が7519回である。1030K は後に 1000K と同様の中部国際空港アクセス輸送にも使われるようになったため、自動販売機と電話室を撤去した後地に荷物置き場を設置した。 台車も1995年頃に横断波が追加設置され、2004年からは他系列を含めて強度を増した s s 1 6 5系に1131回はもう1381の補助電源装置が MG から1 8 0 0系と同じ SIV にそれぞれ換装されている。六両編成4本が在籍していたが、1134回は2002年の 衝突脱線事故で特別車2両が廃車となり、1134回の残る一般車4両が一般車両に格下げされ、事故の1380系となった。同編成はもともと予備車確保のための増備車だった。ことから、この事故廃車に伴う代替新臓は行われていない。その後、2200系3次車の置き換えに伴い2015年より廃車が開始され、 1133回は2015年7月に1132回は2016年7月に廃車となり、2017年4月時点で1131回のみ在籍していた。同編成は1200系リニューアル工事期間中の補充編成として運用されていたが、リニューアル工事完了や2200系の増備に伴い2019年3月に廃車となり、 形式消滅となった。なお、事故の1 3 8 0系についても2015年9月に廃車となっている。一部指定席特急編成増備のため、1993年に7 5 0 0系7 5 1 9回から機器を流用し、1 0 3 0系1 2 3 0系の1134回として落成した。2002年9月26日。 当該編成が、名古屋本線、奥田駅大里駅間を走行中に、踏切から進入して、線路上を走行していた自動車と衝突、脱線した。特別車部分2両は大破したため廃車とし、比較的損傷が少なかった岐阜型4両の、内豊橋方のも1384に、運転台を新設する工事を行い、新たな固定編成に修理、改造されたのが、 この1 3 8 0系である。1 0 0 0系、1200K 及び1 0 3 0系、1 2 3 0系の増結用とされる1 8 0 0系、1 8 5 0系とは異なり、特急運用ではなく単独で普通運用についていることから、一般に豊橋法戦闘車の形式称号をもって1 3 8 0系と呼称されている。 三代目3 3 0 0系の増備に伴い、2015年9月14日付で、廃車となり、形式消滅となった。も1384に新設された、運転台はも1134から流用したもので、基本的に1 2 3 0系と同じものである。この運転台部分はもともと車掌台が設置されていた、関係でドアまでの距離が、 元からの先頭車よりも 950mm 長くなっている。格下げに伴い図書区は赤一式となり、戦闘部のパノラマスーパー表示は撤去された。なお、長年、名鉄の象徴であった赤い電車は特急車以外では本形式が最後となった。基本的に1230系と同じく3つドアの転換クロスシートである。 一部特別車特急では4号車が弱冷房車に設定されていることは前期したが、本系列の元4号車減2号車は弱冷房車の設定は取り消され、それを示すステッカーも撤去された。なお、運転台を設置したも1384には元車掌台の G に窓と転換クロスシートが設置されていたが、運転台の設置に伴い空間が縮小したため、 窓は埋め込まれ、客室内は運転室に向かって、右側が三人掛けロングシート、左側が車椅子スペースとされた。また、仕切り壁の窓の内運転席背面の一枚だけが青色の着色ガラスとなっている。車内案内表示器の速度計機能において表示される、電車のデザインは1 2 0 0系のものから3 5 0 0系3 7 0 0系と同じものに変わっている。 モ1384の空気笛は、廃車となったモ1134の装置を流用し、デジタル式の号車番号表示器は、7000系、5700系などの多系列と並結した、時に号車番号の認識ができないため非表示の処理が施されていたが、5000系登場の際に、再び表示されるようになった。 ブレーキ増圧システムを使用停止としたため最高速度は時速 120km から時速 110km に変更されたが5000系統上の際に時速 120km に戻された。補助電源装置は2005年1月に2台目3 3 0 0系の廃車で発生した1800系と同じ SIV に交換され、 台車も2004年に線形1017回から1021回同様の SS165 回に交換されている。また、電動空気圧縮機は、も1384に C-1000 型が新規に搭載されたがも1584は C-2000 型のままで、1蘇生中に2種類混在する。上、更新改造前のパノラマスーパーヘッドマークした。 更新改造により取り付けられた LED 行き先方向表示器1 0 0 0系、1 2 0 0系、1 8 0 0系は2015年度設備投資計画においてリニューアルが発表された。実施内容は客室内の改装、トイレの様式化などでカラーリングも2 2 0 0系に近いものへ変更された。リニューアル工事の最初の編成は1112回で、 2015年8月22日に、イギ検査場で記念撮影会が行われた。特別車は、パノラマスーパーのヘッドマークが外され、ヘッドマーク部には LED 機先方向表示器が取り付けられたが、車両愛称自体は、車内案内などで引き続き用いている。一般車側のパノラマスーパーのパネルも外され、その箇所のみ白く、塗装されている。また、 リニューアルを機に編成全体の総称を1 2 0 0系とした。一般車は座席もケットが3 0 0系以来の柄となりに1 2 0 0系と仕様が統一されたほか、3号車と余仕型の転換クロスシート席を撤去して車椅子スペースを確保、A 編成は2人掛け、B 編成は3人掛けのロングシートをつけている。また、放送設備も自動化されている。 A 編成の3号車はトイレスペースを拡大した関係で豊橋方の窓が埋められ客室長も短縮された年間3編成ペースで更新改造が行われ2018年までに更新工事が完了した更新車両は約15年程度の使用年数を考慮しているリニューアル編成の内装の変化特別車車内 特別車車内展望席展望席リニューアル編成の内装の変化一般車座席一般車座席も1381豊橋方も1362豊橋方1800系の改装後の車内このタイプは全車特別車と呼ばれ2008年12月限りで全車両が運用を離脱している最末期には3本が残り犬山線を中心とした以下の区間で 特急列車として運用されていた。このうち全車には2本つなげた8両編成での運用があった。線形4両編成は名古屋本線や犬山線といった幹線区間はもちろん、かつては西尾線、尾西線、津島線、高和線などのローカル線区にも定期列車として乗り入れており、空港線や三河線には 臨時列車などでの入線実績があるなど名鉄の多くの線区を走破している。廃車後、1001階と一部特別車に蘇生された1011階から1016回以外の車両が5000系へ改造されている。このタイプは一部特別車と呼ばれ、2015年、現在は以下の線区で特急列車として運用されている。かつては一部特別車特急の運行線区が、 限られていたため、運用は長らく、名古屋本線に限定されていたが、一部特別車特急の運行範囲拡大により2005年1月29日からは、常名線と空港線で、2007年6月30日からは、犬山線、広見線、高和線、北新線での運行が開始された。2008年6月29日からは、西尾線でも長野に、各一本運行されている。 イベント時には、各見ヶ原線にも入線することがある。2021年5月1日から5日及び8日と9日、7月22日から25日には、通常は2200系で運行する空港行きさん往復を1200系に差し替えて運行した。空港輸送に不向きな車両ではあるが、新型コロナウイルス感染症の影響で、飛行機利用が低迷していることから実現したと言える。 折り返しや送り込みの関係で急行準急や普通として運用されることもあるが、特別車には乗車できない。なお、両車は共通運用とされる。現在でも、事故などにより、ダイヤが乱れた際には、空港線や豊川線に入線することもある。全車一般車特急に充当された 1800K にプラスに編成一部特別車編成の6両に、 本系列2両を連結した8両編成で上記の線区で特急運用に使われる。ただし、同じ区以下の線区で単独もしくは2本つなげた4連で普通列車で運用される。2011年3月のダイヤ改正以降、本系列2両を連結した4両編成による全車一般車特急が一往復割り当てられていたが、 2015年6月20日の運用変更で3100系、または3150系による運用に入れ替わった。かつては、微細線北端部、広見線末端部、三河線での運用や、3本つなげた6両編成での急行運用もあった。また、同じく線区で特急運用に使われている3100系、3150系、 9100K 系列とは、完全に運用が分けられており、朝ラッシュから夜ラッシュまでの本線休行、準急運用には入らない。また、2020年3月16日に初めて、釜マ線に、団体列車で入線した。5 0 0 0とは、連結が可能で、定期運用は組まれていないものの稀に行うことがある。1 0 0 0百1 2 0 0や 1800K 系列とは、 完全に運用が分けられており、特急運用には入らない。以下の線区で、急行や普通として運用されていた。登場当初は、犬山線と名古屋本線の一部区間での限定運用となっていたが、徐々に走行路線は増えつつあり、これまで、かかみが原線、津島線、西尾線系統の列車に充当されてきた。かつては、広見線での運用が主体だった時期もあった。 常名の花火大会開催時に、常名線、空港線を経由して、中部国際空港駅に1 8 0 0系を連結して、運用に入ったことがある。なお、突発的な臨時運用として、名古屋本線と与橋駅や千田新線まで乗り入れた、実績がある。5000 18 5 0 0 0系1 8 0 0 1 8 5 0系5 7 0 0 5 3 0 0系とは、連結が可能。 2011年3月ダイヤ改戦以降しばらくは、豊明駅留置の予備車となっていたが、4月下旬に、定期運用が復活し、平日は主に、広見線のほか東岡崎駅犬山駅間の普通、各見原線で運用され、日中及び休日は、基本的に、各見原線のみで運転されていた。1988年、4両蘇生9本が登場。 新岐阜と四橋間特急で運転開始。1989年、4両蘇生3本を増備新岐阜西尾間と新沼港は内海間の一部列車でも運転開始。1990年、4両蘇生4本を増備名古屋本線で座席指定車に特別料金の不要な一般席車を連結した一部指定席特急が運転開始。 1991年、一部指定席特急のスピードアップ。列車の走行中にも指定席車と一般席車と往来できるように一般車用の1 2 0 0系と増結用の1 8 0 0系が登場する。1992年、さらに一部指定席特急編成を増やすため、1 2 0 0系を増備した。1011回、1012回も一部指定席特急編成と、 なる。1 0 3 0二1 2 3 0千1 8 5 0系が登場。1994年、再び全車指定席車の4両蘇生、1017回から1019回が申請される。1996年、一般車で最後の増備車、1806回から1809回が申請される。ラッシュ時の名古屋本線特急をほぼ全て8両化する。 1997年、1 0系最後の増備車、1020回1021回が申請される。2002年、1134回が衝突脱線事故により使用不能となる。2005年、線形系の側面種別、行き先表示器を従来の膜回転式から三菱電機製、オーロラビジョン R ステーへ変更。ただし、 連結されている1200系については、幕回転式で損置。空港線開業に伴い一部特別車編成が、同線や床滑線での運行を開始。開業初日、1016回編成が、豊橋発空港行き一番列車に使用された。2006年、1200系一部特別車編成に、客用扉が閉まる直前に、ドアを閉めます。ご注意くださいの。 自動アナウンスを装備する編成が登場した。通勤者のドアチャイムに相当するもので、順次線系全車特別車編成を含めた全車両に装備された。2007年2008年2009年2012年、車体連結面転落防止ホロの取り付け工事を開始。2016年4月現在は1000.1200。 K では1011回から1016回と1111 11回から1116回に、1030.1230。K では1131回と 1380K1384 回に、1800K では1801回、1803回から1809回に、それぞれ行われている。2008年末時点の車両番号を基本として記載する。 以降の変遷については、微考欄を参照されたい。戦術の通り、1991年から1992年に、かけて戦系二次車、3次車4両編成6本を分割し、新造された1200系48両ともに、各6両の戦系 A-1200 系 A 編成6本、B 編成6本としている。2002年には、 六両編成であった千百三十四回の、うち特別車二両を廃車して、一般車のみの千三百八十計四両編成としている。犬山時代絵看護。ありがとうございます。